進化前にして最終進化ポケモンと渡り合える唯一の存在、それがポリゴン2。そんなポリゴン2に憧れを抱く進化前ポケモンにスポットライトを当てた企画、第二のポリゴン2を探せ。どうも、新聞でカジュアルのヨーロです。じゃん、第二のポリゴン2を探せ。ああ、今回はニャヒートに、視点当てていきたいなと思います。いや、いいパーティー。俺めっちゃ好きや、このパーティー。いや、これマサヨシの好きなポケモン結構組み込んでます。ヤドラン好きやし、カビゴン好きやし、だってお前カビゴンやもんね。おお、貴様。まあ、ニャヒートの良さ、これさすがに素早さやな。あ、そうね、変わるんですよね。そうなんだよ、こいつ素早さ90ある、種族値早い。ガオガイになると60になる。どうした、太ってやがる。ああ、そうなんですよ、まるでマサノシンだ、ほんとにほんと。俺小2までマジぶっちぎり1位でしたからね、足の速さ。あ、マジで、マジで。え、これガチよ、マジで。小3でめっちゃ飯食ったよ。で、なんか気づいてなくて太ったことに、で、なんか、あ、今年の、その運動会のリレーも1位やん、このメンバーならって言ったら俺3位やったけど、いや、俺足遅なっとると思って。やば、顔が変現象起きとるやん。いや、マジ顔がええ俺。まあ、とりあえずこのニャヒートをスカーフ持たせて、さらに長所を伸ばしてるっていう、そういう方にはしてますけどね。なるほどね。はい、小林さん、対戦よろしくお願いします。お願いします。このパーティー強いんだよね、普通に。普通に強いよな、いつもパーティー。マジで強いんで、そうっすね。まあ、とりあえず先発ニャヒートで入るのが、まあ、うちのパーティーの、肝ですね。なるほど。軸となっていきます。うんうんうん。で、2番で結構重たいな。ヤドランは絶対先制していきたい。バシャーもとね、口が完全止まる、止めれるからな。そうなんですよね。で、ラスト1点、ルカリオ、目が同時選出。さあ、小林さん、対戦よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、うちのパーティーボルトロスが重たいんで、格闘でとボルトロスやとちょっと全員やられちゃうんでね。なるほどね。そいつ出てきたし。あ、格闘でとボルトロスが全員やられちゃう。格闘でとボルトロスやね、これは。マジで。ただルカリオがね、ボルトロスに打てないんで、はいニャヒートで削りを入れるっていうことは、まあやっていっていいのかなと思いますよね。なるほどね。はいはいはい。ここがフレードライブ。フレドラ、スカーフフレードライブが刺さっていく。あ、スカーフボルトチェンジかい。これ知らんよね。ちょっと待って、おい、知らない。ダメだ、ダメだ、ニャヒート。おわー、危な、危な。ちょっと待って、スカーフか。スカーフキッチ、スカーフキッチ。うわ、レヒだよ。ニャヒートが。ちょっと待てよ。とバグレ、ボルトロスキッチ、ボルトロスキッチ。バグレ、バグレ、バグレ、バグレ。バグってないよ。バグったらどうなるの俺。カプリヒレが死ぬ。瞑想しろ、瞑想。瞑想しろ、瞑想しろ、瞑想しろ。絶対やめろ。あ、バグ、終わり。大変、ありがとうございました。誰が。ちょっとさっきの忘れました。なんかありましたっけ。なんかすごい負け方しましたね。なんかありました。あの、ニャヒートがなんか、死んだっていう。うわーって。あ、なんか、なんか特攻隊のよみがえってきた。無謀な、無謀なフレアドライブが。あれはね、あれ、ニャヒート出しちゃいかんかったね。そうね。ヤドランナットレっていうサイクルがめちゃめちゃ強いんですよね、このパーティー。そうね。だからこれしときゃよかったっていうね。じゃあ、ボルトロスがずっとおる。ボルトロスずっといんな。なんでボルトロスずっといいんだろうな。いや、それは強いけど。なんでボルトロスずっといいんだよ。月光が先発読みニャヒートいきますか。月光が先発読みニャヒート、そうね、威嚇もあるし、そうね、ガルーラも先発してあるしね。はいはいはい。いや、ここもうランドロスは絶対行くわ。そうね。ランドロスないと、ボルトロスきついし。そうね。で、ラスト1体だよな。こうなると、ヤドランか、ナットレイを出していきたいかな。ボルトロスさえ見れれば、ボルトロスとナットレイ。相手のナットルで突破するの。相手のナットルニャヒートよ。ああ、そうかそうか。ニャヒート強いからね。なるほどね。ただまあルカリオもおるけんね。どうなんて、相手ルカリオ絶対警戒してくると思うから。そう考えたらランドロスは絶対出てくると思う。はいはいはい。ランドロス出てくれたらヤドランでいこうか。なるほど。ニャヒートランドヨヤドラン、はい、これでいきたいと思います。おい。さあ、ユウトさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。さあ、相手の先発は何ぞや。月光がオッケー。おい、ナイス月光が。ドゥワ。ただ月光がなんだけども、月光がなんだけど、はい、ただね、カビも連れてきたんやけどね。え、やばくね。だからまあヤドランで、まあ水技を受けてやな。なるほどなるほど。で、その後やね。うんうん。とりあえずここはもうトンボ返りの安定ですね。はい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 。スカーフやめろよ。スカーフはやめろ。スカーフ月光かとかやめろよ。スカーフはやめろ。ガルーラや。ガルーラパーティーはね、多分大丈夫。あ、そうかそうかそうか。ガルラパーティーは対面チックなんで。こやつ月光下のデータ寝ずに、
あの調べ上げたんだね。いやめっちゃ調べたんで。月光側スカーフじゃない、スカーフやったら俺もう切腹。あのちょっと待って待って、やばいやばい、待って、切腹仕掛けた、切腹仕掛けたって。やめて、やめて、なんでニャヒートの良さ潰してくるの。なんでニャヒートの良さを全部潰そうとするの君たちは。なんでマジで。で誰くんの。だから、スカーフ月光側、ヤドラン、ヤドランでいける、しんどくねえか、ヤドランでいける、ヤドランやばくねえか、うん、月光河のね、タイプ1トンボ狩りなんて、手じゃないんで、手じゃないよ、うん、オッケーオッケーオッケー、まあ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 いいでしょ、まあいいでしょ、ヤヒートちょっとお前の仕事はちょっと、もうちょっと後や、マジごめんくさい、うん、マジですまんないな、ナットレがいるから、うん、相手、相手ナットレいるからね、絶対ナットレいるから、ここナットレ来るか、だヤドラ大文字覚えるからね、そう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 、それもあるからね、出しずれんだよな、うん。ここは目がせずにネットレートビーム、はい、レートビームでいいっすね、いいっすね、うん、ランドもトンボ狩りしてくるのかどうなのかってことね、そうねそうね、うん、交代してくれたらもう後続にネットとかの方が良かったかなという感じではありますけど、そうね、ヤドラのメガのタイミングが肝になりそう、いやそうなんだよね、もうヤドラ博士が後ろというか隣にいるんで、僕ずっと6世代ヤドラ使ってました、トンボ帰り、これね全然効かないんだよね、うお強っ、マジで強っ、すごいな、すごくね、にしてもやね、攻撃振ってないんじゃない、なんでもする、あそれぐらい効かなすぎない、確かに、うん、あ、月光がね、あ、もうトンボ帰りで、うん、うん、うん、あれしようとしとるね、削り上げようとしとるね、削り上げようとしとるね、うん、まあいいでしょう、全然大丈夫だよね、悪の波動もあるか、でもスカーフ月光が悪の波動もまああるね、あるんだよね、ただそれされたらどうなのっていう話だから、ちょっと違いにな、怠けて様子を見るから、そうね、悪の波動はもう無理、スカーフ悪の波動はもう無理だよ、そうね、うん、無理だ、うん、だからもうトンボ狩りさせていくしかないんだけど、うん、まあ、スカーフアークのハードやったらニャヒートに変えればいいんじゃないですか、いやでも、まあ、ほんと苦しい、あ、浮かんないか、浮かんないんだよね、あの防御特防種族値ともに50なんで、なるほどなるほど、うん、進化前の真骨頂をね存分に、はい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 、出してるんで、あのサイクルなんだけど、うん、もう今一つ以外は受け出しが効かない、なるほど、うん、さっきのボルトロスのさ、ボルトチェンジでさ、うんうんうん、どんだけ入ったよ、確かに3しか残らなかったもんね、あの3しか残らなかった、ランスクセッシュ、そう、まあ、ダストおっと、おっと、毒狙いか、あーなるほどね、それマジで負けるぞ、あ、ただこっちのニャヒートまだ相手はスカーフと分かってないから、うん、なるほどなるほど、うん、なので、うん、そうね、もう最後キネシス打ってる、ここは最後キネシスでいいね、うん、ヤドラ最後キネシス入れてるんでね、結構ヤドラに負荷をかけていくための、いい、ね、後続に負荷をかける系のヤドラなんで、はいはいはい、うん、3つの技を入れてますね、ラストシュート外せ、そこバン、毒毒やめろ、毒やめろ、毒なるな、10パーやろ、10パーやろ、なるな、やめろよ、バカが避け取る避け取る、なんかでもヤドラン大丈夫、ヤドラン大丈夫、毒程度で、うん、うつつを抜かすようなやつではない、そうなんだよね、うん、それが強さなんだ、まだメガが残ってるし、いや確かに再生力も残ってる、うん、こいつは不死身だ、いや不死身だわ不死身なんですわ、うろたえるな、あとランドロスが飛行ジェットとかボルトロス来ました、やばいですよ、いやただ、うん、ただよ、やっぱそのためにランドロス出てる、うん、なるほど、うん、ここは悪だくみされても全然いいんで、ランドロス下げていきますかね、いいよ、うん、いけるよ、ここはランドロスででガンス巨獣いいね、で再生力ありますからね、うん、回復するんだ、回復していく、うん、だからランドロスにも後出しができるし、相手のランドロスは、いやヒートのフレアドライブ圏内に入れろ入れろ入れろ入れていけそしたらマジで勝つフレアドライブで全員抜いていくっていうのが、うん、オッケー、一応ラッキー、オッケーオッケー、お前ここぞ、お前ここぞ、ここやね、ここはもうガンス巨獣、ここぞお前、ここガンス巨獣、マジここぞ、ランドロス、うん、頼むよ、頼むよ、マジでここぞ、当てろよ、当てていったらマジでもうこれ勝つし、目覚まこいね、はい、助けなんで一発あります、 5% とかは頼むぜ、 5% よ、でも先に 10% 引いてんだよ、こっち、そう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 、先に 10% 引いてんだよ、 10% を2回で引かれてるから、うん、1回のガンス巨人ろ、ドラドラドラ、当たり前、当たり前だよ、当たり前だよ、あ、もうガンプガンプで終わりだガンプガンプで終わりやね、ニャヒートの出番ね、うん、で相手はもうスカーフね、うん、いないんで、ボルトさんスカーフじゃないって分かってるんで、なるほどなるほど、月光だったんでね、はいはいはい、ねえ、勝ったいやいや、あれまだ気を抜くには早いぜ、あ、ニャヒット面白いけど、オッケーオッケーオッケー、ランドロスを削って、あとはフレドラフレドラで、フレドラフレドラでやっちゃう、最高、あ、やっちゃいましょうか、やっちゃいましょうよ、やっちゃいましょう、あ、木の実圏内とかやめてね、なんか木の実にちょうど入ってみたいな、あー、で、ヤドラ出すしかなくなるみたいな、そう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 、嫌だそれ、それマジやめてね、うん、ここは爆発します、はい、爆発します、ステロでもいいんですけど、ここはもう爆発するちょっとニャヒットにね、全てを託すぞ、全てを託す、さあ芸術は爆発だ、うわーいい、飛ばせ飛ばせ、まあ飛ばすなよ、飛ばせ飛ばせとか言うけど、あー、いや待って、勝った、フ
フレドラ圏内じゃねえ。フレドラ圏内じゃなくない？え5つ目5つ目やったらさすがにアヒート飛ばせんぞ。嫌だよ。完全にやるなよ。でもメガしてネットで追っかけていくで、ボルトロスはフレドラで落とせるから、うん、あ、似たてしたかったな。ボルトロスネットで落ちるかな。いや大丈夫大丈夫、レートビームでいい、うん、それレートビームでいい。そうね、うん、抜群で、でメガして、うん、うん、行こう。ヤドラン、な、頼む、なんかヤドラン突破しろ。ああ頑張れ、頑張れ、ユウト。ヤドラン突破しろ。どうやってよ、どうやって突破するんだよ。いや、ここでさ、うん、あ、ここでさ、トモカリか、うん、ボルトロスを残して、ああ、いや、ボルトロス残す以外の勝ち筋なくないか、これあるぞ。ああ、あるあるある。これで10万打つやん、ボルトロス、うん、ヤヒートがフレアドライブ、うん、ありがとう、ヤヒートお前がいなかったら負けてた。いやヤヒートがすごい仕事してますね。お前がいなきゃ負けてた、うちのチームは。うん、うちのパーティーはちょっと、うん、鈍いんでね。よかったー、一番早いのでルカリオなんで。OKOKOK 後続にはヒートって相手はね、うん、見えとるから、あーこれ勝ったわって思っとる。思っとる、うん、あっちスカーフやったから、上からトンボ返りしてるからスカーフって分かってない。これは落ちる、うん、さすがに、さすがに落ちるよ。これ落とせんかったら、もうニャヒートはニャヒートでいる意味はない。そうなんだよ。太れってなる、マジで。それは太ってよかったってなる、うん、いや、ゆえんやね、進化したゆえんやね、ゆえん、これ、うん、これ落とせんかった。やったらマジでいい仕事した、お前は。いや、これけどマジでニャヒートいなかったら負けじゃねえ。負けだったね、負けだった。まあ、ルカリオでも勝てる。おいおい、いや、ただ月光型夢でトンボしてっていうね、うん、で、持ち物が分かったっていうのも、うん、まあそんな言うな、でかいでかい。マジででかい。さあ、落としてしまおうか。決めてやれ、ニャヒート。ミステルここで吐け。うん、ニャヒートで締めるね、うん、なんかさ、楽天が優勝した時もさ、うん、なんか最後の最後はさ、田中将大で9回投げさせるみたいな感じ、うん、いや、ニャヒートをマークんじゃないよ。さあ飛ばしてもらおうが、身が重いよ、なの。さすがに威力120タイプいっちゃうから、うん、ボルトロスはさすがに、おーし。なん詰めた。詰めたね、今のは。詰めた、あぶねえあぶねえ、あぶねえ。ちょっとひどい試合がね、はい、試合もありましたけど、はい、なんとかニャヒートでね、うん、詰めることができました。はい、はい、ということで、ゆうとさん、大将ありがとうございました。ありがとうございました。さあ、待ちをしました、しきべまゆさん、対戦よろしくお願いします。お願いしやす。相手のレートがですね、うん、2014っていうね、2000超えてる方ですから。13じゃなかったですっけ、2013でしたっけ、はい、まあ、2013が14です。はい、うん、まあ格上っすね、すごい格上。これ叩き落とそう、1900台に。そうですね。もう僕たちが1864なんで、うん、うん、負けたらまた1900台に突入するっていうね、うんうんうん、感じなんですけど、はい、まあ1900台、1800台の洗礼をね。洗礼とかじゃねえよ。もう一回1900の苦しみ教えよう。ね、レヒレグロスヒトムーネはね、強いんですよね、うちのパーティーは。はいはいはい。ただ、このグロスのところがクチートになって上がる。ほんとだ。うん、これだけでね、うん、全然話は違う。ああ、そうなん、やっぱり。あー、あの、ハッサムでメタグロス見るんですけど、うん、あの、クチート炎の牙が覚えてるパターンあるじゃん。ある。うん、その場合さ、うん、ハッサムで見れないっていうね。感じなんですよね。はいはいはい。なので、ちょっと難しいかもしれませんね、ラティクチ。そうね、ラティクチで行くと、うん、ナットレーとか厳しいから。そうっすね、ありそうやけどね。ありそうっすよね、この時もありそうっすね。とりあえず先発はどうしましょうかねという感じ。はいはいはい。ヒエドランを絶対警戒してくる、クチート軸っていうのは。クチートはヒエドランにやられちゃうから。やられちゃうんだ。だから先発をクチートではなく、うん、まあヒエドランを警戒したカプレヒレランドロス読みでボルトロス。なるほど。うん、2番手にまあヒエドラン、うん、でラストはハッサム、まあミミッキーいるんで。さあ、しきべまゆさん、対戦よろしくお願いします。お願いします。うん、彼女が何者かは分かりませんけど、うん、うん、まあ、おそらくアニメのキャラクターなんでしょう。あー、出た。うん、そういうの、しきべまゆがね、うん、誰か分かりませんか。で、これをなんかローマ字表記にする強者はマジ強いっていう。データも出てるんで。まあ、2000超えてますからね。2000超えてますからね、実際に。はい、ここはね、ヒートロトム、炎Z の可能性ありますけど、うん、まあ、ヒードランがおるのは絶対に分かってると思う。あー、なるほどね。うん、2000超えのものとしては、うんうんうん、だからちょっとね、まあ勇気いると思うよ、炎Z は。オーバーヒートね、オーバーヒート。メガネオーバーはちょっときついけど。メガネオーバーじゃねえだろ。メガネオーバーではないね。うん、OK ですね。レート2000超えはちょっと格上なんで、攻めたプレイングをしていかないと勝てない。なるほどなるほど。ですね。うん、うん、で、ここは格闘 Z を打ったらロトムはしばけます。うん、ただ格闘 Z 読みでミミキとかに引かれたらさ、だいぶ後手。
いや確かにもうただ死ぬ、だいぶ大手だよね。だから、うん、ここ10万ボルトを打ったとして、うん、でロトムがオーバーヒートをもう一回打つと、うん、仮定しよう、うんうん、オーバーヒート耐えるか耐えないか、耐えるんですよね。この HP あれば耐えるんですか。耐えるんですよ、うん、171か62だからまあ約110、うん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 、削れてると、うん、110ってことはガクッと下がったから次60も効かない。55だ、うん、いける。60も効かないから、うん、ここはまあオーバーヒート打たれたとしても、うんうんうん、大丈夫ということで安定の10万ボルト。なるほど。まあ歩道ゼットブッパーはちょっときついけどね、うん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 、ただ、うん、ただ木の実の可能性もあるし。確かに確かに。オーバーヒートした。オーバーヒートした。オッケーです、オッケーです。オッケーじゃないけどね。パクト Z 飛ばしたかったけどね。うんうん、うん。本当は。ただね、まあリスクをね、考えろと。そうですね。ここでもパクト Z 打ってきます。なるほど。あ、はいはいはい。木の実なんじゃないかなと思うんだけどね。ボルトが削られた時に、はい、カプレヒレは処理できるんですか我々。カプレヒレはそうですね。まあ一応この後処理はできないことはないですね。あ、けどちょっと厳しいと。そうですね。絶対取っとかないといけないのと。いけないですね。はいはい、スカーフはちょっともうやめてる。スカーフはやめてって感じ、はいはいはい、スカーフはもう負けです。スカーフは負けです。スカーフレヒラは負け、負けですね。はいはいはい、うん、これで落としたその次でね、うん、誰なんだろうね後手は。誰だ、うん、次誰なのかは気になるところ。ヒエドランを強くいくんやったらもうカプレヒレはおらんといかん気がする。なるほど、うん、レヒレから来ない。レヒレから来ない。クチートだよな。クチートやな。ということは裏レヒレだな。レヒレか、まあランドロスの可能性もまあなきにしもあらず。なるほど。やけどもヒエドランの受け出しがしっかりできるって考えたら、うんうんうん、うん、まあカプレヒレの方が濃厚かなっていう感じですね。なるほど、濃厚濃厚。うん、ここはもう不意打ち安定だから、うん、うん、不意打ち安定だからここはヒエドランに。なるほどね。下げていきます。はい、はい、畑落としても耐えるし、うんうんうん、うん、まあ目立ち面とか来たらふうってなるけど。目覚じめね。目覚じめ、まあそんなものはない。見たことないよ。そんなものはない。大丈夫でしょう、うん、うん、ここはヒードランバックがめちゃめちゃ安定だ。確かにこうなるとヒードランめっちゃ重々やね。うん、まあ、多分先発ボルトロス、格闘ゼットボルトロスで結構嫌だったんだろうね。あーなるほどね。相手からしたら、はいはいはい、あ、だからこっちはまあ出し勝つということですね。あーあー、カプレヒレ入れのパーティーに対してはもうボルトロスから投げていくっていうのが多分安定してきてるんですよね。なるほど、うん、うん、でここはもうちょっと勇気の、うん、交代読み交代をしていこうかなって考えてます。カプレヒレ読みボルトロス投げということですか。そうですね、当時の僕は。あ、当時の僕は、はい、うん、でもヒエドラに弱すぎるわこの選出って。うん、うん、答えが出て、うん、交代読み交代を繰り出しました。あ、なるほど、決意したとここで。やっぱ攻めたプレイング習慣やったね。あー、なるほどね。この時はめちゃめちゃ攻めようって思ってた。ほんまや。だから来た当時の僕は多分ここがね史上最強の俺だったね。あー、なるほど。めっちゃ強かった。読みが当たるし、あ、うん、って感じだったんで、この時はあ、俺行ったわって思いましたね。あ、こんな読みしょったら多分俺行くわって思ってたけど、ね、あ、うん、ただ結構リスキーやからな。10万ボルト、うん、低体ダメージが入る。オッケー。木の実か。違う、木の実じゃない。オッケーですね。こいつが Z かもね。あー、なるほどね、うん、こいつが Z かもしれない。 20Z、 うん、10万入りすぎなんで。そうね、そうね、うん、ボルトロス耐久と素早さにしっかり振ってるんで。あ、火力はそんなない。火力は悪巧みやらんと。なるほどなるほど。ないので、ここまでカップルヒレが落ちてるってことはまあメガネもしくはって感じですけど、うん、まあムーンフォース打ってる時点でメガネではないですね。はい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 、はい、はい、でここはハッサムですね。ハッサム、うちのハッサムはだって追い打ちありますからね。あ、レヒレ死んだわ。レヒレ死にます。レヒレは死にます。レヒレ絶対取っとかないとヒードが処せないから。そういうことなんですよね。絶対残しとかないといけない。ああ、ここは引く。ここああ、これちょっとねびっくりするやろね。これはねびっくりする。はっ、うん、目がすんなってどういうことやってなるわ。俺初心者からしたら。そうそうなるわ。あれ、など何が起きたってなる。ああ、何が起きたって。そう、このバレットパンチと追い打ちって結構タクなるんで。ああ、で追い打ちを見せてなかったら 100% 刺さります。なるほどなるほど。でヒードランはまあタスキ持ってるんで、はいはいはい、タスキヒードランなんで、うん、まあいくら研磨バレオが、はいはいはい、うん、刺せます。なるほどね、うん、大丈夫ですね。これはもうほぼ勝ち確ですね。炎の牙、アロット、ヒードランがいるんで。そういうことです。勝ちです。そうですね、はい、うん、素晴らしい。素晴らしいでしょう。うん、いい。いや、この当時の動画強かったね。あー、なるほど。うん、はい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 。ただまあ、あそこで格闘 Z を打つ場面ね、うんうん、結構あの格闘 Z って結構攻めて打っていこうかとしたら、はいはいはい、なんか結構読まれることもあるし、うんうんうん、かといったらなんか読まれんこともあるし。なるほどね。めちゃめちゃ難しいですけど、はい、人によるんで、はいはいはい、だから安定を考慮してどっちが安定か、うんうん、もし透かされたとしてもっていうのを考えた方がいいですね。はいはいはい、はい、ということでいい試合だったんじゃないでしょうか。はいはい、仕切りました。大変ありがとうございました。ありがとうございました。ここまでのご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。俺たちの動画がもっと見ていただけて高評価くれるっていう動画にするためには何をしたらいいと思う。わかんないです隊長。どうしたらいいんですか。対戦としゃべりをもっと頑張ることやね。うわさい。